どうも、アキです。プロスペースやっていきます。はい、今回はですね、新イベントのエージェントエースやっていきたいと思います。で、このイベント本当面白いですね。僕、今までのプロスピのイベントの中で一番ね、このイベントが好きですね。はい、というわけで、今ね、ちょっと金曜日の深夜ぐらいに、撮影しているんですけれども、ちょっと僕自身、詰まっちゃいました。はい。なんですが、結構な、同じところで詰まって、これどうすればいいんだと思ってらっしゃる方多いかなと思って、ここ攻略動画ではありませんが、ちょっとしたね、動画にしたいなと思ってます。はい、で、今のね、僕のオーダー確認しますと、こんな感じになってます。全部オール B。ランクは全部 B で揃えましたと。はい、で、特訓レベルも、大体みんなもう上がりきってます。で、特訓レベルは試合やればね、1ずつ上がるので、で、今回のこのオーダーポイントっていうのが、選手能力かける、確か B だと2倍とかかな。選手能力の数値の合計かける2倍に、さらにそこにスピリッツも足してみたいな感じだったので、まあね、特訓レベル上がって、選手能力が上がれば、合計オーダーポイントも上がるというとこなんですけど、これが次3万2000にならないと、なんだったっけ、なんか B1 代理人みたいなヘスランクの選手を紹介してくれる代理人が出てこないので3万2000に乗せたいんですよ。ただなかなか僕自身ここ3万2000に乗らなくてですね、結構これご覧いただいたらわかる通り強い選手多いじゃないですか、ベンチとかも含め。なので能力もまあまあ高いんですけど、なかなか3万2000に乗らなくてどうしようかなと思っていたんですが、これ結構ね、こうやって普通にやると厳しいらしいです。はい、それをどうしていくかと言いますと、イベント説明見ますとですね、スッスッスーと。ちなみに3万2000で解放されるのは、B1 じゃないや、ごめんなさい、著名代理人ですね。はい、著名代理人 SAB を紹介してくれる著名代理人を今解放したいんですが、ちょっと今のままだと厳しそうなので、オーダー構成ボーナス、ここをね、使っていこうと思います。例えば、オールセパ、セリーグだけ、パリーグだけとかの選手で構成すると 1.55 倍。で、12球団で構成すると 1.6 倍アップ。で、あとは、オール左とか、1球団のみで構成っていう形になるらしいんですけど、とりあえず、3万2000、S ランク解放されるまでは、S ランクの選手が解放されるまでは、12球団で、どうやら組むのが一番ね、手っ取り早いらしいですね。はい、で、最後は、まあ S ランク、どんなのが集まったかにもよるんですけど、1球団のみとかでも、狙えるそうですね、S ランク契約書の部分。まあ僕は結構楽しんでやってるので、まあいろいろ組みたいなとは思ってるんですが、今僕のオーダーもう一度見ますと、オーダー。はい。さっき計算してきたんですけど、中日、ヤクルト、横浜、そして楽天の選手だけいませんと。で、あとの選手に関しては、チームに関しては複数人いるので、まあちょっとね、溜まっているので今、スカウトって言うんですか?代理人、選手獲得していきましょう。はい。どんどんじゃあレベル2の方から使っていこうかな。普通。で、これで見てあげまして、今例えば横浜の選手は来たんですけど、C ランクか。ちょっとさすがに C は嫌だな。あ、でも菅野とかは正直特訓レベル上げたら結構強くなりそうなので、変えてあげてもいいな。菅野ね、特訓レベル上げればかなり強くなりそうなんだけど、まあいっか。とりあえず今回は、取り急ぎ。12球団。B ランクの12球団になるようにやっていきましょう。広島の選手は3人いるので大丈夫だな。で、あとは、日ハムも2人いるので大丈夫。うん、なかなか、持ってない球団の B の選手が来ないぞ。西武持ってるよね。西武も2人いる。あら、なかなか来ないね。さあ来い。楽天、横浜、中日。ヤクルトも持ってますね。オリックスも持ってますね。あ、ただ田口は、さっきので言うと結構能力は高いので入れてあげてもいいんですけど、オリックスも3人いるからもういいな。ちょっと、そこじゃない。12球団を狙っていきたい。来い。C ランク入れても大丈夫なのかな?西武、巨人、ヤクルト来た!ヤクルト来た!ヒアネナイス。さあじゃあ、ヤクルト入れてあげましょう。この選手獲得。で、多い球団からのけていきたいですね。ソフトバンクとかは結構多いし、あ、ロッテは、福浦はあんまりのけても痛手がないので、マイナス40にしかならない。じゃあ、ロッテのけてあげて、これでロッテがあと1人。で、ロッテをのけてヤクルトに1人。OK、あと、中日、楽天、横浜ですね。中日、楽天、横浜が来ればよし。いないな。あ、楽天、あ、来た来た来た、銀次、危ない、見逃すとこだった。
銀次来てますね。楽天銀次。危ない。今までもしかして見逃してたりして。まあいいや。楽天銀次が来て、ヒアネはのけれないと。あとで言うと、誰とかのけれる。まあ、長谷川のけましょうか。長谷川のいて、ソフトバンクが2人になって、で、楽天が増えると。OK。楽天が増える。これであとは中日と横浜。来てくれれば OK。中日&横浜。ヤクルト。そしてオリックス。多分この 7% 上昇そうだよね。銀次とかだよね。これはダメだな。これダメだな。横浜と中日を引きたい。来い。横浜&中日。西武。広島ダメだな。横浜と中日。で、キャッチャーの B とかなんか出にくくなかったですか？結構時間かかったんですよね。僕キャッチャーの B 取るのに。楽天、日ハム。ダメだな。ダメだな。持ってますよね。横浜と中日。C ランクでもちょっと入れてみるっていうのはありですね。横浜と中日。まだまだチケット持ってるんで大丈夫なんですけど。ダメだな。頼むよ。横浜&中日。ダメだ。ダメだ。さあ来い。中島はオリックス。でもこれって僕今中島西武入れてるんですけど、これ獲得しようとすると絶対西武の中島と変えないといけないんだ。それは西武中島でしょ。ダメっすね。レベル1の方使いましょう。来ないね。横浜と中日見落としてる、もしかしてっていうぐらい来ないな。12球団だから来そうなもんだけどな。来ないっすね。よいしょ。デスパイネ違うね。違うね。よいしょ。来ないね。とりあえず横浜入れてみますか。伊野かなり落ちますけど。入れてみる？いや、C はやめたいな。その後が辛いよ。どっちみち。いない。野手ベンチ枠で変えたいな。変えるにしても。お、来た！来た！横浜佐伯来た。ナイス。佐伯ナイス。よし、OK。で、佐伯ナイスで変えてあげたいのが、阪神とか3人も選手いるので、これ変えてもいいですね。じゃあ、阪神、江越と変えましょう。これで阪神が2人になって、横浜が1人増えたと。江越と交代。OK。これで、あとは中日のみ。これで中日が来れば。お、来た！中日来た！ナイス！OK！ あ、しかもこれすごいっすよ。何いた？オーダーポイント、プラス 18,506 アップだって。これ全然じゃあ C とか入れても大丈夫そうですね。C ランクとか入れても全然大丈夫ということは分かりましたと。江藤を抜けるか、ゴメスを抜けるか、どっち抜けようかな。まあ、どっちでもあんま変わんないっすね。か、糸井を抜けるかか。じゃあ一番オーダーポイントの低いゴメスを変えましょうか。OK！ これで、ついに、見てくださいね。OK。一気に更新。はい、これ全然更新しましたね。全然これ C ランクとか入ってて大丈夫ですね、おそらく。あ、これ一気だな。本当に一気にだな。で、A ランクが解放。著名代理人。あれ？著名代理人解放されたと。で、ここでもうレベル1とかのチケットは、後に、いくつかまで解放されると、なんかまとめて使用できるようになるそうなので、それに置いておきましょう。はい。で、今僕がやった感じだと、12球団で C ランクの選手入ってても全然多分大丈夫ですね。はい。全然大丈夫。今、僕は全部 B で固めたんですけど、まあ、後のことも考えればね、もちろん B とかにしておいた方がいいのは間違いないんですけど、C が入ってても12球団であれば、とりあえずこの僕がなかなか達成できなかった、32,000っていうのはすぐ更新できそうですと。で、ここで A ランクが解放されたので、解放合計オーダー、5万ポイントのやつ
もう結構多分すぐ更新できるんじゃないかな。これも12球団とか意識していけば5万も敏腕代理人か、もうすぐできそうですね。はい、こんな感じで今回ご紹介したかったのは、とりあえずですね、オーダー構成ボーナスの方を確認してあげても詰まってる場合はね、ちょっとなかなかゲーム進めなくなったっていう場合はいいんじゃないかなと思いますというね、ご紹介でございました。はい、まあまあ、もうすでに進んでる方はね、知ってるよっていう方多いかもしれないんですし、僕もね、金曜日のちょっと深夜に撮って土曜日の夕方公開というちょっと遅くなってしまいましたが、ちょっとね、あ、このイベントもう無理だと思ってた方はね、参考にしていただけると嬉しいですね。はい、でここからはなんかチケット後で一気に使えるらしいんで、1とかはあんまり使わない方がいいのかなっていう感じです。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、この動画参考になったっていう方ぜひとも高評価ボタンを押していってください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。